BTS のメンバー、ジョングクが病気に苦しむ子供たちに10億ウォンを寄付した。4月18日、ソウル大学病院は、ジョングクがソウル大学小児病院に10億ウォンを寄付したと明らかにした。ソウル大学病院によると、ジョングクは病気の子供とその家族のために10億ウォンをソウル大学小児病院に寄付した。寄付金は低所得家庭の子どもたちの治療と統合ケアセンタープロジェクトに使用される予定です。ジョングクは病院を通じて苦しんでいる子どもたちに少しでもお役に立てればと思い、元気に笑えるように応援したいと話した。ジョングクは2013年6月に BTS のメンバーとして音楽業界にデビューしました。会員の皆様と共に団体募金を着実に実施しております。BTS は2017年1月、セウォル号事故の遺族で構成される416家族協議会に1億ウォンを寄付した。当時、7人のメンバーがそれぞれ1000万ウォンを寄付し、ビッグヒットミュージックが3000万ウォンを追加して合計1億ウォンを寄付した。2017年以来、韓国ユニセフ委員会と協力して実施された子どもと若者に対する暴力根絶キャンペーンシャープエンドバイオレンスを通じて、合計59億ウォン、2022年10月現在の寄付が行われました。パンデミックの間、グループ寄付も行われました。2020年、防弾少年団のメンバーは、所属事務所のビッグヒットミュージックとともに、反人種差別キャンペーン、ブラックライブマター、ブラックライブマターに関連する団体に100万ドル、約12億ウォンを寄付した。その結果、多くのファンが一心同体で防弾少年団と一緒にキャンペーンに参加しようという意思を表明し、100万ドル以上を集めて模範となった。また、防弾少年団は、グローバル公演エージェンシーであるライブネーションに100万ドル、約12億ウォンを寄付し、パンデミックの余波で経済的困難を経験しているパフォーマーと所属事務所の支援を求めた。一方、ジョングクは正式なソロデビューを控えている。